3分でわかる時知らずいぶし工房のグリル発信攻略。この解説はスプラボのハップルがお送りします。時知らずいぶし工房のグリルは自分か味方か関係なくグリルの赤線をよく見ておくことが非常に大切になります。でないとこの辺りでグリルに引かれまくります。このステージは基本的にこの位置にグリルがやってこないように戦います。そのために原則この位置かこの位置で戦います。するとグリルはこのようなルートでコンテナ付近に侵入してくるので弱点を攻撃しましょう。最も安全かつ事故が少ないのはこの位置です。どこから来たグリルにも対応できます。この位置はスロープの左から来たグリルには対応できず、右から来たグリルもすごいスピードでちょっと対応しにくいので、自分がターゲットになった際はこの位置にいる味方に止めてもらえるかを確認しながら、難しそうならこの位置に逃げるという動きが大切です。ここまで聞くとこの位置に4人集まるのが楽だと思いますよね。ただ時知らずいぶし工房はどこで戦うとしても対処する場所が狭く、グリルがコンテナ付近を横切りやすいです。そのため4人で固まっていると一瞬で崩壊することが多々あります。3-1 もしくは 2-2 で分かれている方が一方で引きつけつつ一方で攻撃するという形でグリルを止めやすいので、一箇所に固まる必要はないと覚えておくといいかもしれません。また納品をのんびりしていると引かれてしまうことがあるので、グリルが2体止まっていて他3人が攻撃している時に自分がコンテナ付近にいれば、ポジャケを攻撃しながら先に納品を進めてしまうというのも手です。早めに納品を進めないと最後の納品をしたい時間にグリルがコンテナ付近をぐるぐる回るということが起こります。特にグリルが正しく誘導されている場合はこの位置にやってくることがあまりありません。小邪気を倒したり納品を進めたりする待機場所として比較的安全です。注意点ですが、グリルが自分をターゲットにしている際、グリルがぐちゃぐちゃだ逃げなきゃと焦ってリフトに乗ってしまうと、グリルのターゲットが別の人に変わってしまい、さらなる混乱が生じます。どこぞの海洋発電所と違い外壁が全て濡れるという新設設計なので、逃げるときは外側に逃げて張り付きましょう。リフトに乗らず内側に飛び降りてもいいんですけれども、大抵は左右から挟まれたり小邪気に囲まれてやられてしまいます。例外は満潮です。外壁がかなり水没するので味方を犠牲にする覚悟でリフトに乗り込むという必要が出てきます。一旦対岸にグリルを逃がしてメインやボムで味方を蘇生という動きも時には必要になってくるでしょう。複雑な誘導は必要ない分連携が鍵になる、そんなステージですね。味方に合わせてグリルがどう動くのかを意識しながらぜひ現場で試してみてください。グリル発信そのものの立ち回りや考え方はこちらの動画で解説しています。合わせてご視聴ください。この解説はスプラボのハップルがお送りしました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。